王天培うは中華民国の軍人、県軍の軍人で、後に国民政府の軍事機関を務めた。旧名は林中、字は職の豚族。弟に同じく県軍や国民革命軍の軍人であった王天鈴がいる。父は緑英の知事だったが、後に造林業を営んだ。王天土うは、はじめは学問を志したが、過去の廃止に伴い、 軍人の道を志す。1907年に、紀州陸軍小学堂に入学し、卒業後に、武将陸軍第三中学で学んだ。なおこの頃、演奏名とは、海部兄弟のちぎりを結んでいる。1911年10月、武将記事が勃発すると、王は学生代表として、革命軍に参加し、前線作戦指揮官となる。12月には、 高山要塞司令を務めた。1912年、保定陸軍軍艦学校に入学した。1913年12月、遠征外が国会を解散し、臨時役法を廃止する。王天土川はこれを批判する活動を行ったが、そのために逮捕、収監されてしまう。紀州の名士の仲介により、王は釈放された。 また在学中に一度母の母に服するため帰郷すると、王は自ら教兵を組織し、天中で活動していた、怪盗や貴族を相当している。その後、保定陸軍軍官学校を卒業し、県軍に加入した。王天土川は、五国戦争などで軍港を挙げて、次第に昇進し、後に、奉還省と共に、県軍指揮官、谷正友の有力配下となった。 1920年11月の民旧事変、さらに、孫文の命による、厚生省の陸栄定討伐にも谷に随従して参戦している。1922年1月、谷が、中央直轄県軍総司令に任命されたことに、従い、方は県軍第一根性旅旅長、王は第二根性旅旅長にそれぞれ任命された。また、この際に、孫文の地偶を得て、 ケイリンで中国国民党に加入している。同年4月、奇襲省での実権を一時掌握した谷正智に随従し、王天土川は器用に戻った。この頃、北京政府の指示を受けた縁組名が奇襲奪取を図り、帝県軍を組織して器用に向けて進軍してくる。王は縁と元から遊戯が損していたため、密かに縁と結んだ上、 さらに同僚の法官症をも説得して、縁に着かせた。そして、王、法が縁に内容すると、他の谷配下の部隊も次々と縁に寝返り、他には下野して、湖南省へ逃亡している。この貢献により、王は縁から、県軍、第二支市,市長に任命された。1923年、党、次恐れ率いる天軍が奇襲へ進行してきたため、縁蘇明は、器王を退出する。 王天土川は、孫文の公衆軍政府への合流を主張したが、縁はこれを聞かず、四川省での勢力拡大を図る。王もやむなく、これに従い、重慶近隣の豪津、銅張りに駐屯した。王は、貴族討伐などにより、現地の民進掌握に成功している。その後、勢力を盛り返した縁素名は、雲南の東津企業と和解して、器用に戻ることになり、 王天土川もこれに従った。1925年2月、王天土川は、奇襲ただ主弁に任命され、翌年6月までその地位にあった。しかし王天土川は、実際には、器王には駐留せず、弟の王天鈴とともに、故郷の天中を中心とする奇襲東南部に拡挙した。小生は、奇襲省庁に任命された同僚の奉還省に、 委ねられたが、王兄弟は方から、ほぼ自立して活動している。王天、土川別陰同年7月、王天土川は、国民政府から、国民革命軍第十軍軍長に任命された。同時に、国民革命軍第九軍軍長に任命された、法官省とともに、北伐に参戦する。第九軍と、第十軍は、湖南省で、陳弘市営を撃破すると、 12月には、北京政府の長考上有司令路金山都市戦軍、指揮官、洋森の連合軍を撃破した。間もなく、国民革命軍第12軍軍長を演奏命と、方は、小解析の指示を受けた、国民革命軍第8軍軍長、統制地に粛清されたが、王天土川は引き続き北伐に参加している。1927年5月、王天土川は、 北伐軍第三層島へ敵総指揮に任命され、小解析、理想人の指揮の下中国東部の戦線で、長総省らの直路連根軍と激戦を展開した。王は直路連根軍を圧倒する勢いだったが、友軍との連携に支障が生じたために、前線で次第に孤立してゆく。7月には、助手が陥落して、王も退却を余儀なくされた。将の命令により、 引き続き徐州奪回作戦にも参加し、大引きる軍は前線したが、他の軍が敗北して作戦は失敗に終わる。同年8月10日、王天土川は南京において突然拘留された。9月2日、小介石の命を受けた何王金、白、高敷の指示により、徐州疾患等の罪を問われて、甲州で処刑された。年40、この処分については、 当時の世論からも疑義を持たれ、武漢番法、商工会法などの地方史は、昇解析に対する批判的報道を展開した。また理想人も、昇こそが指揮を誤ったのであり、王天土館は、昇の食材のヤギにされただけである胸を書き残している。1931年、反昇解析派の公衆国民政府は、王の名誉回復を行った。ありがとうございます。